競馬地方競馬探検隊、地方競馬の情報発信基地クリック地方競馬、地方競馬探検隊ナビゲーターの浅根康則です。先週木曜日は北海道紋別競馬場にエーデルワイス賞を見に行ってきました。その時は北海道市場で1歳馬の競り市も行われているということで、競馬場内は関係者多数大にぎわいだったんですけれども、スタンドの外に出ますと北海道民さえ寒い寒いを連発していましたね。確かに気温10度ぐらいの競馬ですからナイターですしね、寒いのは確かに寒いんですけれども、でも考えてみれば紋別競馬場ができた当初は正月も競馬やっていたんですよね。それを考えてみますと人間がちょっと軟弱になったのかなという気もしないでもないんですけれどもね、それでもレースは熱かったですよ。この後詳しくお伝えします。それではこのコーナーからスタートです。クリック、先週の重賞ウィーナー。まずは20日の火曜日から26日月曜日までに行われました重賞レースの勝ち馬一覧をご覧いただきましょう。先週の重賞はご覧の通りです。それではウィーナーをご紹介していきましょう。21日の水曜日、紋別競馬場では地方全国交流の水保賞が行われました。勝ったのは1番人気のコバの勝ち時、後位追走から直前で抜け出しました。これで通算7勝目、重賞は前走に続く2勝目、また北海道へ移籍後は6戦4勝となりました。同じく21日大井競馬場では地方全国交流の牝馬限定戦 DCK ディスタフが行われました。勝ったのは2番人気の3歳馬船橋のつくし姫、道中4番手追走から早めに先頭に立ち押し切りました。これで通算6勝目、重賞は2勝目となりました。5番のつくし姫競り勝ったようです。23日の金曜日、高知競馬場では高知の三冠最終戦近畿中国四国地区交流の黒潮菊花賞が行われました。勝ったのは1番人気地元高知のグランシング、道中は3番手を追走、3コーナー付近で先頭に並びかけ直線で抜け出しました。高知競馬史上3頭目の三冠馬となったグランシング、通算成績は21戦10勝となりました。グランシング高知競馬3頭目の三冠馬誕生です。25日の日曜日、帯広競馬場では4歳牝馬限定のクイーンカップが行われました。勝ったのは1番人気のユーファンタジー、第2障害を先頭でクリアし後続の追撃を抑えました。これで通算81戦15勝、重賞は5度目の挑戦で初勝利となりました。引くのリアル。同じく25日、盛岡競馬場では地方全国交流の北上川大賞典が行われました。勝ったのは2番人気船橋の龍のキングダム、4番手追走から直線入り口で先頭に立ち後続を突き放しました。龍のキングダムはこれで岩手で3戦3連敗、重賞2勝目となりましたが、2つとも岩手の重賞となっています。その後3着どうか。同じく25日、福山競馬場では福山菊花賞が行われました。勝ったのは2番人気の名村弁慶、3、4コーナー中間で先頭に立ち最後は迫る成田ブラックの追撃を振り切ってレコードタイムで勝利しました。ブラックホーク3区の名村弁慶はこれで通算17勝目、重賞は4勝目となりました。野田誠騎手。26日の月曜日、福山競馬場では中国四国地区交流未来優春の福山2歳優春が行われました。勝ったのは圧倒的な1番人気に支持されたむつみマーベラス、中段追走から直線で先頭に立ちそのまま押し切りました。マーベラスサンデー3区のむつみマーベラスはこれでデビューから6連勝、重賞は初勝利となりました。無傷の6連勝でこの第2回福山2歳優春を制しました。7つの重賞競争をご覧いただきました。注目のレースということで、まずは21日の水曜日、紋別競馬場で行われました水保賞。勝ったのはコパの勝ち時ですね。後位から堂々と抜け出す圧巻の走りを見せてくれました。単勝 1.9 倍の数字以上の勝ちっぷりでしたね。次は今年の締めくくりとなる道営記念、ここでも注目できそうです。注目ということでは、なんといっても21日の水曜日、大井競馬場の TCK ディスタフゆきちゃんですよね。パドックのあちらこちらから白いという声が聞かれていましたけれどもね、そのレース勝ったのはつくし姫、3
3歳牝馬で53キロというのは大きかったのかもしれませんけれども、これで、黒潮杯で男馬を DCK ディスタフで小馬を任したという形となりました。今後もハイレベルな戦いを見せてくれそうです。もちろんゆきちゃんの巻き返しも期待できそうですよ。そして23日の金曜日、高知競馬場では黒潮菊花賞が行われました。勝ったのはグランシング、見事に三冠馬達成ということになりましたね。すでに小馬相手に重賞2着があるグランシングですから、今後の活躍も大いに期待できそうですね。そして26日の月曜日、福山競馬場では福山2歳優駿が行われました。未来優駿のシリーズの一戦ですね。睦弥マーベラス、しかし強かったですね。力の差を見せてくれたというレースになりました。連勝はどこまで続くのでしょうか、楽しみにしたいところです。以上、先週の重賞ウィナーでした。プレイバック GDR、 今回は22日の木曜日に紋別競馬場で行われました2歳牝馬の限定戦 G3 のエーデルワイス賞をプレイバックします。出走馬は JRA から4頭、北海道から10頭の14頭。1番人気は武豊騎手騎乗の地元馬小野優。2番人気は JRA のヒシベリタス。3番人気は地元北海道の勝利田万歳でした。カカリンが離れまして、プリマベシティ収まりました。スタートしました。ほぼ揃いましたエデルワイス賞です。先行争い、まず真ん中から7番のプリモエナジーが出てまいりました。プリモエナジー先頭、その後ろにはプレシャスジェムズがつけております。ヒジベリダス、ベガグレシアス、オノユーはその外目を追走で 1000m 通過。逃げたのは好スタートを切った北海道のプリモエナジー、2番手に JRA のプレシャスジェムズ、3番手の外に1番人気のオノユー、その後ろに3番人気の勝利だ万歳と2番人気のヒシベリタスでしたが、3コーナーのあたりでヒシベリタスは徐々に下がっていく展開となりました。後方からさあ後ろからの競馬でプティフルリールです。そして大きく遅れて湘南かがり火、600を通過、 3,4 コーナー中間地点に各馬入ります。さあ先頭はプリモエナジー、プリモエナジー先頭です。リードは2馬身ほどとなりました。2番手プレシャスジェムズ、先頭は変わらずプリモエナジーですが、その後ろ2番手の外に小野優、それから各馬も一斉に襲いかかってゴールを目指していくという展開となります。リードは3馬身から4馬身まであります。小野優2番手200を通過、小野優がしかし差を詰めてきた。外から小野優、プリモエナジー、その後ろクラキンコ、追い込みで外から上がってくるプリマビスティとオリズルですが、先頭小野優だ。2番手クラキンコ、小野優ゴールイン。今日は武豊がエスコート。勝ったのは武豊騎手騎乗、1番人気の小野優。2着には5番人気クラキング王産区のクラキンコ。3着は大外からよく伸びたプリマビスティと地元北海道勢が上位を占めました。小野優は最後抑えていましたね。本当に流してのゴールインということで、着差は1馬身2分の1なんですけれども、それ以上の差があった、そんな感じがいたしますね。勝った小野優、管理厩舎角川秀樹調教師、そして馬主さんオリオンファームは昨年のアンペアに続いてこのレース連覇ということになりました。ちなみに武豊騎手はこの日2戦2勝、恐るべき紋別との相性の良さを見せつけたという形になりましたね。以上、プレイバック GDR でした。イデオダートキング、天井の感動へ、11月3日名古屋 JBC GDR データバンク。11月3日の火曜日にダート競馬の祭典 JBC が行われます。今年の舞台は4年ぶり2度目となる名古屋競馬場。クラシックは 1900m、 スプリントは 1400m 戦で行われます。さあ、それぞれのレースデータを見ていきましょう。まずは JBC スプリントからです。まずは10月26日現在の出走予定馬をご覧いただきましょう。 JRA からは白山大商店を勝ったアドマイアスバル、スプリンターズステークスでは1センチ差の2着だったビービーガルダンなどが出走予定。
地方競馬勢ではおととしの優勝は富士のウェーブ、休み明け2走目となるノースダンデーなどが出走を予定しています。それではデータを見ていきましょう。なお今回のデータは JBC マイルとして行われた2006年も含まれています。まずは過去5年間の上位馬です。2004年のマイネルセレクト、2005年のブルーコンコルド、2007年の富士のウェーブ、そして昨年のバンブーウェールはこのレースで G1 初勝利を挙げています。そのうち富士のウェーブとバンブーウェールはグレード競争初勝利が G1 となっています。 2,3 着馬を見ると全馬グレード競争での勝ち鞍があったんですね。続いては所属別の成績です。 JRA 勢が4勝2着4回3着4回、地方馬は1勝2着1回3着1回となっています。今年も JRA 勢は強力ですが、地方馬が意地を見せられるか注目です。次に上位馬の前走を確認しましょう。東京杯組が5頭と最も多いのですが、連勝したのは2004年のマイネルセレクトのみ。芝の G1 スプリンターズステークスからの転戦は過去5年間で2頭いましたが、いずれも3着以内となっています。なお前走から2ヶ月以上間隔が空いていた馬は2007年の富士のウェーブ以外3着以内には入っていません。変わりまして人気別の成績です。一番人気は3勝で勝率 60% ですが、ここ2年間は3着以内に入っていません。2番人気は1勝2着2回で連帯率 60%、 3番人気は2着2回で連帯率 40% とまずまずの成績となっています。そして6番人気以下は1勝2着1回3着2回、率は低いのですが、おととしは7番人気大井の富士のウェーブが勝利し、昨年は7番人気兵庫のアルドラゴンが3着に入って5配当を演出しています。次に年齢別の成績です。5歳馬が13頭の出走で4勝3着2回で勝率 30.8%、 3着内率 46.2% と好成績を残しています。その他は3歳と4歳が2着1回ずつ、6歳は1勝2着1回、7歳は3着2回とあまり差はありません。そして8歳以上は2着2回3着1回、前回名古屋競馬場で行われた2005年には2着と3着に人気薄の9歳馬が入って3連単39万円台の大万馬券になりましたね。最後は馬体重別の成績です。480キロから499キロが2勝2着3回3着2回で連帯率 26.3%、 3着内率は 36.8% と他の区分を大きくリードしています。500キロ以上の区分ですが、3勝2着1回3着1回なんですけれども、率に直すと3着内率は 16.7% となります。それは2着と3着が1回ずつとなっている460キロから479キロの3着内率 18.2% を下回っているという結果となっています。 JBC スプリント過去5年間のデータをご覧いただきました。では続いて出走予定馬の参考レースご覧いただきましょう。まずは9月30日に大井競馬場で行われました東京杯、こちらからはご覧の7頭が出走予定となっています。1着のバンブーエールの離脱は厳しい残念なところなんですけれどもね、2着のスーには3歳馬、そして富士のウェーブ、ノースダンデーなどと精鋭たちがここへ駒を進めることになります。これに迫ってくる富士のウェーブ、打ちをついたベルモンサンダー、外から突っ込んでくるのはノースダンデー、先頭はバンブーエール、ゴール。10月6日に行われました金沢競馬場の白山大賞典からは勝ったアドマイアスバルが参戦予定。昨年はスマートファルコンが同じローテーションで2着に入っていますからね、こちらも距離短縮とはなるんですけれども、有力な1頭には違いありません。タカラート2着、
10月12日に盛岡競馬場で行われました南部杯、こちらからは3着に入った名将バトラーが駒を進める予定です。9歳の牝馬の名将バトラー、4年前名古屋での JBC スプリントは9歳馬が2着3着ですからね、こちらも注目の1頭ということが言えそうです。いやしかし伏兵の台頭、これは大いに考えられそうですよね。本当にそういった部分いろいろと視野に入れつつ組み立てていきたい一戦ということが言えそうですよね。ダート短距離王の座をかけた戦い、栄冠はどの馬の頭上に輝くのでしょうか。名古屋競馬場で行われる JBC スプリントは11月3日火曜日15時発走予定、午後3時発走予定となっています。GDR データバンク、続いては JBC クラシックです。まずは出走予定馬をご覧いただきましょう。 JRA からは3連覇を狙うバーミリアンを筆頭に実績豊富な面々が揃いました。地方競馬からは目下絶好調のマルヨフェニックスなどが出走を予定しています。それではデータをご覧いただきましょう。まずは過去5年間の上位馬です。2002年から2004年まではアドマイアドンが3連覇、その後タイムパラドックスとバーミリアンが連覇をしています。 2,3 着馬を見ると G1 馬や G1 での好走馬が多いという顔ぶれですね。なお明るく表示されている12頭には JBC 出走以前にグレード競争での勝ち蔵がありました。続いては所属別の成績です。JRA 勢が5勝2着3回3着3回、地方馬は2着と3着が2回ずつとなっています。ちなみに JBC クラシックではまだ地方馬の優勝がありません。続いて上位馬の前走を見てみましょう。南部杯からは延べ12頭が出走して半数の6頭が3着以内に入っています。ちなみに昨年は南部杯組の出走はありませんでした。その反面日本テレビ杯に出走した馬の成績は延べ11頭中2着が1回のみと対照的な成績となっています。そしてここ2年は3月のドバイワールドカップ以来となったバーミリアンが連覇、2着にはジャパンダートダービーから直行した3歳馬が入っています。次に人気別の成績です。一番人気は2勝2着1回で連帯率 60%、 それに続くのは3番人気で1勝2着1回3着1回で連帯率 40%、 3着内率 60% となっています。6番人気以下は2着1回3着3回ですが、名古屋競馬場で行われました2005年は3着に9番人気のレイナワルツが入って3連単は23万円台の高配当となりました。変わりまして年齢別の成績です。5歳馬は2勝2着2回3着2回で連帯率 28.6%、 3着内率は 42.9% と好成績。また3歳馬は1着こそないものの2着が3回で連帯率が 33.3% となっています。その他は6歳馬が1勝3着2回、7歳馬と8歳以上は1勝ずつ、そして4歳馬なんですが3着1回のみとなっています。JBC クラシック過去5年間のデータをご覧いただきました。それでは出走予定馬のレースぶりご覧いただきましょう。3月25日に名古屋競馬場で行われました名古屋大賞典は 1900m ですから今回と同じ舞台、2着のワンダースピード、3着の名将闘魂がここに駒を進めます。このコースを経験したそのアドバンテージ生かせるでしょうか、注目です。6月24日に大井競馬場で行われました帝王賞からは1着のバーミリアン、そして6着のマルヨフェニックスが出走予定。バーミリアンはもちろん注目なんですけれども、マルヨフェニックスこのレースではゲートが開いた直後につまずいたということがありましたからね、その分を差し引いて、そして今の好調ぶり注目ができると思います。
9月23日に行われました日本テレビ杯からは1着のマコトスパルビエロが出走予定。ここ最近はデータ的には不利な日本テレビ杯なんですけれども、マーキュリーカップで逃げ切ってこのレースでは差し切り勝ち、幅が広がった今なら注目できる一頭でしょう。そして10月8日園田競馬場で行われました姫山菊花賞からはマルヨフェニックスが出走予定。オッズパークグランプリ、スパーキングサマーカップ、そしてこの姫山菊花賞と3連勝中ですからね、本当に注目の一頭だと思います。さあどういうレースになるんでしょうか。 1900m 戦コーナー6回の競馬、楽しみですよね。マルヨフェニックス、地方競馬の意地を見せてくれるのかどうか注目したいところです。バーミヤンの3連覇か、それともそれを阻止する馬がいるのかどうか。 G1JBC クラシックは11月3日の火曜日15時45分発走予定です。熱戦に期待しましょう。以上 GDR データバンクでした。ダート競技、天井の感動へ。11月3日名古屋 JBC ジョッキーズボイス、ジョッキーズボイスのコーナー、今回は愛知の吉田実騎手です。吉田実騎手といえばもう名手中の名手ですよね。2000勝をはるかに超える勝ち星を挙げています吉田実騎手。名古屋所属の多くの騎手が目標に掲げる、そういう方なんですよね。ダートグレード競争のみならず JRA の重賞も5つ勝っているという吉田実騎手。どんな声が聞かれるんでしょうか。ご覧いただきましょう。ジョッキーズボイス、父が調教師をやってますから、はい、その関係で、はい、最初は、僕がデビューした時は名古屋競馬で、名古屋競馬枠服だったんから、そのよそに行く時に、自分だけ勝負服がないのはちょっと寂しいと思い、優秀を見て、ちょっと遠征用に作りました。そうですね、僕が、この名古屋に下乗りに入った頃、近くに坂本俊美さんが、いらっしゃいまして、まあ、その一緒には騎乗できなかったんですけど、まあ、すごく、その天才騎士だったから、はい、あんまり、まあ、心構えっていうのはあまりないんですけど、まあその冷静にですね、はい。いや、しません、はい、どうですかね、得意というのもあれですけど、まあどっちかちょっと先行した方がやっぱりあれですよね、心配ないですよね。距離はどうかちょっとあれですけど、まあ中京競馬場は、まあ、勝ち星も多いですけど、はい、まあ好きですね。気になります。やっぱり人気してた方が、乗る方としては楽しみですよね。はい。あ、もちろんありますね。やっぱり人気あれば、やっぱりそれなりの結果を残さなきゃいけないし、まあ人気がなくても、まあそれなりに上位に持ってくるように努力しなきゃいけないし、まあそれはそれでまた。たくさんありますから、まあ、これといってもいないんですけど、いないですね。いや、いないっていうか、そのライバルがいないとかじゃなくて、自分も年も年ですからね、そんな言えるほどのあれはないですね。
家庭ですか、名古屋ではいませんね。まず、レースでスタートをうまく出す、途中余分な動きをしない、まあしっかり終える、まあそれじゃないですかね。武豊さんにしろ安藤勝美さんにしろ、まあもう本当にね、中央 の有名な騎手の人はほとんどだと思うし、また外人の騎手もそうだと思いますけど、あの人たちはどの辺がいいんですか。いやそれが分からない、あいや分からないって言ったらまたあれなんですけど、なんて言うんでしょうね、言葉じゃちょっと説明できないですね。はい、折り合いですか。折り合いはまあ人間と馬との約束というか、まあその、まあ人間同士でもそうなんでしょうけどね、まあその息が合う、まあそういうようなもんだと思うんですけど、まあまずはかからないように、その前の段階でかからないようにするんですけど、まあかかった時はなるべく、まあ自分の小さい動きで馬を、抑える、ことかな。小さい動きちょっともう少し細かく説明。小さい動きというのは、まあそのガーッとこうかかってるよっていうような感じじゃなく、もうなるべく姿勢をこう崩さずに、もう本当に拳だけでこう手首柔らかく拳を、持って、っていうのかな。そういう感じだと思うんですけど。おうさいですか、まあ寄れないようにするのがまず、やっぱ束にも目かけますし、自分の馬の足とかも痛めますからね。だからまあそういう点は、まあ、気をつけますね。はい、以前はやってましたけど、まあ、最近はちょっとやってないんですけどね。まあでも必ずしも筋トレがいいのかもちょっと僕には分かんないし、まあでもマラソンとかだったらね、息が入るからはいいとは思うんですけど。休みですか。まあ休みはゴルフしたり、もうゆっくり、テレビ見てるとか、まあそんな感じですね。はい。好きな言葉ですか。馬です。どんな人間ですかね、本当ね、それが一番、僕も自分が一番知りたいところですね。やっぱり勝った時に関係者の人が喜んでくれたり、またファンの人が声援いただいた時にはやっぱり良かったなと思いますけど。転職です。馬とは家族です。そうですね、競馬とは、ずっと40年間競馬場いるし、まあ今ピンとはこう言われてもピンとこないですね。こんにちは、ファンの皆さん、いつもご声援ありがとうございます。今年も全国を駆け回って、ファンの皆さんの前に姿を出して、アピールしたいと思いますので、これからも、応援よろしくお願いします。生まれてからずっと競馬場育ちということですから、生活の一部なんでしょうね。名古屋競馬場でずっと過ごしてきたとは言いつつも、その吉田稔騎手、今年は夏北海道で奮闘を見せてくれました。多方面から絶大なる評価があるからこそ、そして信頼があるからこそ、いろんなところに遠征ができるんでしょうね。今後も JRA へ、そして世界へと腕を広げていって、そして見せていただきたいなと思います。以上、ジョッキーズボイスでした。
2歳馬の頂点へ、未来優勝。地方競馬トピックス。地方競馬トピックスのコーナーです。まずは先週の地方競馬に関するニュースをご紹介してまいりましょう。20日の火曜日、紋別競馬場では特別戦での実施となった未来優駿の札幌クラシックカップが行われました。勝ったのは4番人気のモエレデフィニット。後位追走からゴール前で抜け出しました。これで通算5戦2勝、重賞でも差のない3着がありますから、今後のレースぶりにも注目です。モエレデフィニットが先着。同じく20日、金沢の吉原博人騎手が金沢競馬第5レースをジャングルスマイルで勝ち、2001年4月のデビュー以来5301戦目で地方通算1000勝を達成しました。なお重賞は今年の犬鷲賞など12勝を挙げています。11番のジャングルスマイル圧勝5位。21日の水曜日、荒尾の福島幸弘調教師が荒尾競馬第10レースをジョリーズマスクで勝ち、地方通算800勝目を挙げました。管理馬の初出走からおよそ18年半、6戦8戦目での記録達成となりました。さあどうでしょうか。24日の土曜日、高知の西賀正光調教師が高知競馬第6レースをフジペガサスで勝ち、地方通算1200勝目を挙げました。管理馬の初出走からおよそ24年、1万458戦目での記録達成となりました。3番ターニングリーフ3着接戦。25日の日曜日、金沢の加藤勝義騎手が金沢競馬第2レースをマイネルストラウスで勝ち、地方通算600勝目を挙げました。1995年のデビューからおよそ14年半、5990戦目での記録達成となりました。マイネルストラウス今ゴール。同じく25日、佐賀の手嶋勝利調教師が佐賀競馬第1レースをコスモマントナンで勝ち、地方通算500勝目を挙げました。管理馬の初出走からおよそ13年半、3956戦目での記録達成となりました。先頭はコスモマントナン五輪。同じく25日の佐賀競馬で佐賀の東新一調教師が第10レースを宮野オードリーで勝ち、地方通算300勝目を挙げました。管理馬の初出走からおよそ5年半、1781戦目での記録達成となりました。宮野オードリーでした。吉原博人騎手通算1000勝達成ですね。この先にもいろんな目標、大きな目標もあると思いますのでね、今後の活躍期待しております。では代わって今週のお知らせです。28日の水曜日、船橋競馬場ではご覧のファンサービスが実施されます。笠松競馬場ではご覧の日程でファンサービスが実施されます。11月1日の日曜日、水沢競馬場ではご覧のファンサービス、イベントが行われます。そして11月3日の火曜日、 JBC 競争が行われる名古屋競馬場では JBC のイメージキャラクタープリンセス天功さんのトークショーなどのイベントが行われます。さあそれではここで突如始まりました新コーナー、クリックテレフォンです。このコーナーでは全国の競馬場の広報の方と電話をつないでお話を伺ってまいります。第1回の今回は JBC を間近に控えた名古屋競馬場から広報の青木真さんです。青木さん、どうぞよろしくお願いいたします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。いよいよ JBC ですね。4月に名古屋競馬場大改修工事をされたということなんですけれども、どんな状況になっているんでしょうか。コース馬場の方をまず改修いたしました。はい。路盤の改良と 砂の入れ替えをいたしまして、砂の厚さにも気を配り均等になるように、配慮しました。はい。ですんで、どの場所からでも、後ろから、差し馬が、より決まるようになったんじゃないかなと思います。なるほど。そして今画面映っていましたけれども、スタンドがちょっと変わってましたね。そうですね、第3スタンドも改築いたしまして、はい、1階に展示室、2階は前回ちょっと窓口の方、発売窓口が少ないっていうようなお話がありましたんで、発売場の増設をいたしました。はい。他に変わった点もあるんですよね。ええ、
あと大型映像装置の方を新たに新しいものにしまして、LED 発光ダイオードのものにしました。ですのでより鮮やかに一段と見やすくなっております。はい、本当に綺麗に見えるということになるわけですね、はい、さて JBC 当日ですけれども、どんなイベントを予定されているんでしょうか。第7レース終了後 JBC の前なんですが、はい、プリンセス天功さんのトークショーを予定してます。はい、これはイリュージョンじゃなくてトークショーですね。ちょっとイリュージョンですと大掛かりになってしまうんで、今回はトークショーで楽しいお話を聞かせていただくということです。はい、はい、そしてプリンセス天功さんにはプレゼンターもさせていただくということで、JBC スプリントとクラシックの2競争にプレゼンターとして出席していただきます。はい、そして前回の JBC 名古屋の JBC 全レース特別戦でしたよね。この日も今年も JBC 以外のレース、楽しみなレース組まれているそうですね。特にですね、 JBC 前の第8レースに、直前のレースなんですが、未来優秀シリーズの東海北陸地区の、はい、重賞ゴールドウィン、中日スポーツ杯ゴールドウィング賞を、計画しています。はい、2歳戦ということで未来の名古屋を背負って立つ馬出てくるかもしれませんね。そうですね、ここで東海地区のスターホースが、誕生いたしますので皆さんご期待ください。はい、では最後に当日11月3日に向けてファンへのメッセージ、そして PR お願いいたします。2005年の前回第5回 JBC クラシック名古屋でですね、地元馬レーナワルツが、4コーナーを1番手で走ってきまして、皆さん、興奮で歓声が上がりましたが、また今年も同じように、興奮したレースをお届けいたしますので、皆さんご期待してご来場ください。はい、11月3日の火曜日、本当にいいお天気になることをこちらもお祈りしております。どうもありがとうございます。青木さん、どうもありがとうございました。はい、どうもこちらこそありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで名古屋競馬場広報の青木さんにお話を伺いました。では最後に各地の重賞競争のラインナップをご覧いただきましょう。28日の水曜日、船橋競馬場では京成杯グランドマイラーズ、29日の木曜日、笠松競馬場では北陸東海近畿中国地区交流の岐阜金賞、同じく29日園田競馬場では未来優秀の兵庫若駒賞、30日の金曜日、笠松競馬場ではジュニアクラウン、11月1日の日曜日、帯広競馬場では万栄三冠の第2弾万栄菊花賞、そして11月3日火曜日、名古屋競馬場では北陸東海地区交流未来優秀のゴールドウィング賞が行われます。続いて今週の GDR ダートグレード競争です。11月3日の火曜日、名古屋競馬場でダート競馬の祭典第9回 JBC 競争が行われます。1400m で行われる JBC スプリントは15時ちょうど、 1900m で行われる JBC クラシックは15時45分の発走予定です。ダート界の頂点を極めるのは果たしてどの馬でしょうか。熱戦にどうぞご期待ください。以上、地方競馬トピックスでした。 JBC 間近ということで、各地の競馬場でもその名前が刻まれたレース行われていますよね。私も JBC には何回も行っていますけれどもね、4年前のあの名古屋、本当に大にぎわいで、まあ、一部レースでねちょっと締め切りに間に合わなかったっていうこともあったんですけれども、本当にお祭りだっていう感じがありましたよね。今年もおそらくそういうことになるんでしょうね。本当に楽しみですね。さあ、その JBC どんな一日になるのか、現地に行ける方も行けない方も11月3日丸ごと楽しみましょう。では次回もお楽しみに。地方競馬のことならクリック地方競馬に、レッツクリック。